それでは罪の定義は何ですかという質問にお答えいたします。罪とは神様の律法に背くことです。また神様の犯行であるとは聖書には説明されています。罪は輝く星、あ,あけぼのの子であるルシファーという最も美しく力ある天使から始まりました。これら全てのことにも満足できず、 彼は最も至高なる神になろうとしました。それが彼の堕落の始まりで、罪の始まりです。サタンと名前を変えられた彼はエデンの園で人類に罪を持ち込みます。そこで彼は同じ言葉でアダムとエヴァをそそのかします。あなたは神のようになるべきだと言ってそそのかします。創世記3章には、 神様と神様のいさめに対する犯行について書かれています。その時以来、罪は人類の次から次の世代へと受け継がれ、そしてアダムの子孫である私たちも彼から罪を相続したのです。ローマ人への手紙、6章23節には、アダムを通して罪が世界に入ったこと、 そしてててての人は死に定められれいいることが書かれています。なぜなら罪から来る報酬は死であるからです。アダムを通して罪の傾向が人類に入り人類は生まれながらに罪人になりました。アダムが罪を犯した時彼の内なる性質が犯行の罪によって変わってしまい 彼に霊的な使徒堕落等をもたらしました。らししま彼の後に生まれた全ての人にその性質が受け継がれています人類は罪を犯したから罪人になったのではなく罪人だから罪を犯すのですこれが受け継がれた罪として知られている状態ですちょうど私たちが両親から肉体的な性質を受け継ぐのと同じように 私たちはアダムから罪深い性質を受け継いでいるのです。ダビデ王はこの人類の堕落の性質の状態を詩篇51篇の5節で嘆いてこう言っています。ああ、私は戸があるものとして生まれ、罪あるものとして母は私を汚りました。と書かれてあります。もう一つのタイプの罪は 転化されれた罪としてて知られています財政と法律の両方の背景において「転化された」と記されたギリシャ語の言葉は誰か他の人に属している何かをもってその人以外の人の口座に払い込むことを意味します。モーセの律法が与えられる前は人間は受け継いだ罪によってやはり罪人ではありましたが罪が人間に転 課されることはありませんでした立法が与えられた後は立法に反して犯された罪はその人自身に転嫁され責任を取らされました立法への違反が人間に転嫁される前でさえも罪への究,究極的な罰その死は人々を支配していましたすべての人類はアダムからモーセの時代までもその時には まだなかったモーセの立法に反した罪深い行動のゆえにではなく自分が受け継いだ罪深い性質のゆえに死に定められていたのですモーセの後は人類はアダムから受け継いだ罪の性質ゆえにそしてその上神様の立法を犯したという罪のゆえに死に定められたのです神様は十字架上で罪のあがない死を 支払ってくださったイエス・キリストに、神を信じる人々の罪を転嫁してくださった時に、転化の原則を人類の益のために用いられました。私たちの罪をイエスに転嫁され、神様は罪のないイエスがまるで罪人であったかのように扱われ、イエスを信じる全ての人々の罪のためにイエスを死に定められたのです。 罪がイエスに転嫁されましたが、彼ご自身はアダムから罪を受け継いでおられないことを理解することが大切です。イエスは罪の罰を受けられましたが、一度も罪人になったことはありませんでした。イエスの純粋で完全な性質は罪と何の関わりもありませんでした。彼自身は何の罪も犯さなかったにもかかわらず、 イエスはイエスを信じるすべての人が犯したすべての罪について有罪であるかのように取り扱われたのです。神様はそれと交換に神様を信じる人々にキリストの義を転嫁してくださり、私たちの罪がキリストの口座に振り込まれたように、キリストの義が私たちの口座に振り込まれたのです。 毎日すててての人人によって個人的な罪が犯されていますアダムから罪の性質を受け継いでいるので比較的悪気のないちょっとした嘘から殺人まで私たちは個別の個人的な罪を犯しますイエス・キリストに信頼していない人たちは受け継いだ転嫁された罪と同様にこれらの個人的な罪の償いをしなければなりません しかしながら神を信じた人々は永遠の罪の刑罰地獄と霊的な死から解放されました私たちは個人的な罪を犯すか犯さないかを選ぶことができますなぜなら私たちのうちに住まわれ私たちを聖なる者とし私たちが罪を犯すとそれを私たちに認めてくださる聖霊を通して私たちは 罪に対抗すするる力を持っているからです私たちが個人的な罪を神様に告白し許しを願うなら私たちは神様との完全な関係と交わりに回復されますもし私たちが自分の罪を言い表すなら神は真実で正しい方ですからその罪を許し全ての悪から私たちを清めてくださいます 受け継いだ罪、転化された罪、個人的な罪、すべてはイエスの十字架に釘付けられました。そして今、私たちはこの御子のうちにあって、御子の血によるあがない、すなわち罪の許しを受けているのです。これは神の豊かな恵みによることなのです。